エスニカコレクション紹介、本日はインドネシアのデイベッド、ネイス、アンラクイス、こちらをご紹介いたします。リゾートテイスト満点で、竹そして古材を使って作っている、素朴で味わいがある、そんなデイベッドです。竹を使っているのも特徴で、竹の隙間から風が抜けますので、夏はとても快適に過ごせるのではないかと思います。大工仕事は、島国南国らしい大らかな手仕事がされています。ミリ単位の精度、そういったものよりは、ざっくり作って、存分に使うと、そういった家具だと思います。とは言ってもきちんとした強度、そして使い心地の良さがあります。竹はご存知のように張力がありますので、このようにゴロンと寝転がったり座った時にバネが効いてとても当たりがいいです。そして座面の裏には針が入っていますので結構な強度があります。私が横になってみましたが、全く問題なく使えるコンディションです。以上、エスニカのコレクション紹介でした。詳しくはお問い合わせください。